哎，大家好，我现在在日本大分县的九重町的一个花卷厂。那么这个地方呢，是在什么地方呢？是在靠近日本最南端的这么一个九州地区，也就是大分县。再往南就是那个冲绳了。所以这地方呢，到冬天以后啊，它是比较热，而且不容易积雪。我们知道，到日本滑雪的话呢，第一是在北海道，第二是在日本东北地区，比如说像新泻啊、秋田啊、青森啊，还有群马县。那么在九州地区呢，很少有滑雪场。这里面有一个日本男子，他叫高桥于二郎，他就想到要在大分县这么比较热的地方呢，来建一个滑雪场，要建成一个九州地区最大的滑雪场，让大家能到冬天呢，到这个山坳里面能够来滑雪。那么我们现在来请出这一位传说中的日本男人，他叫高桥于二郎，どうぞ。握手です。本当にね、このスキー場でかいですね。はい。うん、ね。もともと全部木でしょ。そうです。もうですね。うん、ですが、あのゲレンデの一番広いところ100メートルあります。幅が100メートルね。はい。で直線で1300メートルですからですね。はいはい、あのゲレンデ降りてくれば1800メートルぐらい滑れるですね。でも初心者から上級者まで楽しんでいただけるという、うんうん、そうですね、はい、もう雪は人工雪でどんどん作りますんで作れるね、一番多い時は2メートルぐらい雪があります、うん、那么就是说你们那个滑雪场从每年的12月1号开始滑雪正开始就可以人工降雪就把雪全部堆起来也就是说所有想来这里的滑雪的人他不需要等到天下雪才可以来滑雪、嗯、就是说在那一天一个月之前、两个月之前，他就预约的话，他就可以来这里滑雪。所以给大家提供一个很便利的这么个固定的滑雪的开始期，我觉得这个做得很好。高先生，我发现这个滑雪场是很大，而且是九州地区最大的一个滑雪场。大概上从我的スキー場呢，九州一番でかいと言われてますけども。はい。あのここはですね、標高が1150メーターですね。ここがですね、山頂は1330メーターです。で一番高いところになりますんですね。九州のちょうど真ん中ぐらいで、瀬戸内海も有明海も見えるというようなロケーションでですね。大変いいところですから、まあ、ここで、スキー場を作ったんですが、まあ、高いところですから人工雪ができるんですね。もう冬はもう 100% 人工雪でスキーをやっております。12月のですね、初めから3月末まで4ヶ月間。一年就是说是开场是那个四个月左右，那四个月当中呢，有多少客人来这里滑雪？あの、まあ、大体どのぐらいお客様がこの？お客様がですね、まあ120日間ぐらいで、11万人から12万人スキーに来ていただきます。お、那是比较多的哈。はい。結構多いですね。あの九州でも一番大きいスキー場ですね、ゲレンデ面積は25ヘクタールありますんですね、面積もあの広いし、まあ、大体ロケーションがいいですね、うん、あのいいね高いところでですね、うん、景色もいいところですからですね、うん、你怎么想到会在这个山坳里面建这么大一个滑雪场その時は なぜあのこのスキー場が作りたいという発想がありますかやっぱり九州ですから雪を皆さん知らないんですねですから雪は僕は人工雪を作れますから私が作りますからですねでその雪に親しんでいただく九州の人でも九州でもスキーができるんですよっていうのをして体験していただきたいということですね因为在我们的印象当中啊这个滑雪都是在北方地区尤其是在日本的东北地区啊或者长野、新泻这种冬天的雪啊，有五六米高的这么一个地方才能滑雪。但是呢，因为这个九州地区是靠近这个南边，又是靠近冲绳这一带，天气比较温暖，所以到冬天以后啊，它很少下雪。那么怎么办呢？如何在这里一个建一个滑雪场？所以呢，高桥先生就想到如何利用人工降雪来保证每年的冬季到春天呢，有一个很好的一个滑雪场，能够让大家来这里滑雪。ね、このいえスキー場ですね、はい、上から下までどのぐらい何かあの
コースがあるでしょ。コース5コースありましてですね、うん、山頂からここまでが1300m あるんです。ああ直線でですね、はい、ですからこう回ってくるから 1800m ぐらいあるんですね、うん、距離はですね、はい、ゲレンデの長さはですね、はい、で、初心者の方が練習をするレッスンゲレンデ、はい、ここは初心者の方のファミリーゲレンデです、はいはいはい、で上級者がよく滑れる人はあの上の方のパノチャレンジゲレンデ25度ありますからですね、上級者はそう、うん、でまあ中級者が山頂の 1330m のパノラマゲレンデですね、うんはい、まあそこから山頂からこう降りてくると 1800m ぐらい滑ってこられるんですね、うんうんうん、ですからまああの九州ではみんな 1000m 以上あるスキー場はないんです、うんうん、距離がですね、うんうん、ですからまあ九州最大、うん、私のところが一番広いということですね、はい、うん、もうあの11万人そうですね、はい、11万人から12万人、12万人ね、シーズンは来ていただけますね、うん、まあ120日間から125日ぐらいの営業ですけどですね、はい、でも雪はもうあの周りから人工雪を、はい、スノーガンでどんどん作りますから、ね、从这边、从这边到这边、はい、就雪、あれ全部スノーガンなんですね、はい、あれもそう降雪機ですからですね、一般の多少厚は、厚さはどのぐらいありますか。もう一番多い時は2メーターあります。2メーター、2米厚は、2米厚の雪、2メーターにもうまでどんどん作ります、ね、夜お客さんが帰られたら、はい、夜はもうずっと雪を作るんですね、はい、朝まで作りますから、ね、ですからあの九州でも雪は皆さんないと思うけど、うん、人工雪ですから、はい、作るんですからですね、僕はその雪を作る技術を研究してですね、はい、どこのスキー場もできないけど私のとこだけは雪はできます。へえ、すずさん厉害、はい、うん、到冬天以后啊这地方就是讲人工雪、うん、然后呢雪最后的时候啊可以达到2米，两米厚的雪从高山上面滑下来以后，那是很爽快的。これやっぱり今はですね、はあ、あの夏場、はあ、この芝が大切なんです。はいはいはい、芝ね、この芝があると雪が溶けないんです。はあ、ああ溶けないね。溶けにくい。その芝の下を、うん、それがないといけないね。それがないと雪、作った雪が溶けますからですね。はい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 、この芝の下を水が流れれば。雪は溶けない、溶けにくいですね。ですから雪はどんどん作ります。彼女はあの山登るんですか。はい、あの登山者ですね。ね、あの上の方にあの自然の花がたくさんあります、ね。あ、そうですか。じゃあ、あの宮間霧島とかですね、うん。今は大山蓮華ってとっても珍しい花が咲いてます。夏天以后，这地方就变成了一个公园，而且呢，到了山坡上面啊，这地方附近啊，全部是各种各样的小花开在里面，就像我们到了蒙古的大草原一样，这感觉很好。这里啊，你看整个的，滑雪场到了夏天啊，它就变成一个大草原，地上开的都是小花，就像到了蒙古大草原一样感觉。刚才听高桥先生说啊。这个草很重要，它都到冬天以后啊，它如果下面那个蓄水的话，就是能够把雪留住。这样的话呢，人工降的雪、天然降的雪呢，就可以堆积起来，两米厚、三米厚。这样的话呢，可以给滑雪的客人呢提供一个更好的一个滑雪的环境。这就是一个经营者的一个很好的一个思路。这个思路就是说，服务滑雪者，给滑雪者提供一个更好的一个滑雪的环境。天気がいいとでぐらいですからね。とってもそうです、ね、皆さんそ、うん、あのどっちにもこの花ですね、綺麗ですね。もうね、ね、こっちね、はい、うん、綺麗。到了夏天以后啊，孩子们都是成群结队的到这里来，光着脚呢，从山底下。一直往上跑，跑到山坡上面，所以夏天呢，这地方成了一个很好的公园。今からですね、はい、夏はですね、うん、あの陸上の選手が練習に来るんですね、合宿に来てですね、そうですか、こうゲレンデで走るんですね、コーチトレーニングでですね、あの
実業団とかオリンピック選手とかも練習に来ますよ。高先生刚才介绍了一个东西，就是说，每到这个季节的时候啊，奥林匹克选手就田径选上，下往上山头上面跑，这个来回跑多少次以后呢，来锻炼自己的这个体能和技巧。